浅いところから来ましたよ。よいしょ。おお、結構長時間シェイクしたら、ああいい感じですね。小ぶりだけど、今勝のフラットゴビーにね来ましたよ。これね。で、タックルはレジットデザインの610のミディアムヘビーにグラビアスね、こんな組み合わせでライトテキサスをカバーに打ってチク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 ってやったら打ってくれました。結構ねもうほんとギルがうようよしてるのが見えるからね、それに合わせて小魚剣持ってるけどギル持ってるって感じだったんでね。はい、こんな感じでつけました。じゃあ逃がします。はい、ありがとうさん。あんな感じのもうね、底が見えるぐらいの超浅いカバーに入れてジクジク刺さってる。見えるかな。結構ね、小魚が泳ぎ回ってて、基本はこいつらが食われてるんですけど、こういうカバーの方を見るとギルもいっぱいいて、狂ったように餌をたまに追っかけるね。やっぱ柔らかくて、なんだろう、キングがいいのかな。ちょっとカバーを避ける能力はもうちょっと素材が硬いギル系に譲るかもしんないけど、枝をいくつも乗り越えてっていうよりは葉っぱ一枚裏、そういったところを攻略するのにはなんかほんと程よい硬さっていう感じですかね。バスが自分が隠れてるとさえ思っていればね、案外こんぐらいの至近距離でもね、しつこくやるとあーたまらんっつってね食ってくれるからね。これぐらいの葉っぱどうにか避けてくれって感じのとこだったら、比較的この溝から出してこのリブに薄く隠してやるだけで、ほんとこの水深30センチぐらいかな、こんなこのね葉っぱの下になんか隠れてるのが見えて、でここら辺にそーっと入れてしつこーくやってたら食いましたよ。はい、というわけで帰ってきました。フラットヘッドゴビーね、これいきなり浅いところでね、活躍してくれたんで、これね撮影してきたんですけども、使ってみてですね、感想はというと、まあフォールした時の姿勢はもちろんいいんですけども、今回ねライトテキサスとかね、直リグとかそういったので、まあ薄ゴミの裏側にいるバスを釣ろうなんて言ってね、で今回釣れたバスはですね、ほんとねケツ見えてたんですよね、尻尾というか、あー俺は隠れてるぜみたいな感じで、もうめちゃくちゃ浅いね、水深30センチぐらいの薄ゴミの下にねじーっとしているバスを見つけることができて、通常だとスモーラバーに P ラインとかですね、あとは小さめの沈む虫とか、そういったの入れ込んで一気に食わせるっていう釣り方が多いんですけども、今回ねせっかくこれ手に入れたんで、でギルもねものすごいねそこら辺泳ぎ回ってるの見えたんで、いけるんじゃないかななんて思ってですね、入れ込んだところを、速攻で食いついてくれたっていうことで、まあ、この細かい手とかですね、この足とかがあの短い誘えるねスペースの中で全部有効にね活動してくれて、思わず食いついちゃったんだろうななんていう風に思いますけども、このボディ自体にもね結構重さがあるので、すごいね投げやすいで、だから狙ったポイントにグッとねキャストが決まったっていうのがあって、あれがね結構まあ練習すればいいとは思うんですけどね、スピニングとかだとちょっとあそっちじゃないって一個横にね行っちゃったり、そういう時ってやっぱベイトの方がこう指で細かくコントロールしているから、吸ってね入れやすいのかななんていう風に思ってですね、まあで釣れたと。
こういった感じだったんですね。またね、似たようなシチュエーションがあったら、どんどん凍っていこうと思うんですけども、まあこれノーシンカーでのフォーリングがすごいいいようなんですね。その釣り方でまだ釣っていないので、そんな感じのね使い方も今後ねどんどん試していこうなんていうふうに思いますが、先日釣りに行った時にお話しされた方なんかは、何で釣れたんですかなんて話したらですね、あ、今日もうね全部ねフラットヘッドゴビーで釣りましたなんて言って、結構その人気のギル型ワームとかは買いづらかったりする、これね結構どうだろう買いやすかったんでみたいな感じでおっしゃってて、でまだ誰も使ってないだろうなんていうのもおっしゃっていましたけども、それでこれをノーシンカーで丁寧に落としたら大きなバスがね次々に反応したなんていう風にも、聞いておりますので、そんな感じのねノーシンカー使いね、あとはねラバジのトレーラーもまだやってみていないので、そんなところにもですねくっつけてチャレンジしてみようかななんていう風に計画しております。何にしてもねこれ買ってね、もあれ結構ねすぐね買って持って行ったんですけども、速攻でね連れてくれたんで、なかなかの好印象なワームになっちゃいましたんで、またね動画で登場してくる機会多いかと思います。というわけで、本日の釣り子 TV はですね、こちら今勝のですねフラットヘッドゴビー、これでね、カバーのいいバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。